自律神経が私たちの病気や困った症状とすごく関係が深いもしくは原因となっているというのはご存知かもしれませんが明日その自律神経のその見分け方治療に対する見分け方っていうのをやりますその前に、えー、自律神経の基礎的な基本的なところをちょっとお話ししたいと思いますこれ自律神経ですねで自律神経が交感神経と副交感神経の複雑で、えー まあ、できているというかですねこの神経があるわけですけどこの神経の働きを強めた時、えー、例えば交感神経が非常に働きを強めた時っていう言い方を、えー、神経の場合は興奮した、えー、緊張した、えー、働きを強めたそれから優位であるとこういう言い方をしますですから交感神経が非常に、えー、興奮している その場合に副交感神経は若干抑制されているとかですね。え、こういう言い方をするんですね。それとかあの優位であるというふうな言い方もします。例えば両方の神経があま働いているとしますよね。両方の神経がある程度のレベルよりも働きを若干こう強めてはいるんですけど、この時に例えば交感神経がまたは副交感神経が優位に働いていると。 いうことがあこれこういう場合には棒グラフの関係の場合にはこう言えるわけですね。えー、こういうふうにですね、えー、お話した時に患者さんがいますよね。患者さんにいやあなたはこの今のストレスで、えー、副交感神経が、えー、すごく働きすぎてますねと。 えー、ですからもう少し例えば太陽光線に当たったりとかそういうことをやったらどうですかとこういうふうな話をした時、えー、患者さんは「いや私はもうこんだけストレスを感じて、えー、だから交感神経が興奮してるんでしょう」というふうに言われる方がいらっしゃいます。これ専門の私たち、えー、医療関係のものでもそのストレスは交感神経が働きを強めてるというふうに勘違いしてる人がいます。 そのストレスがその人のその体調とかですねその状態によって副交感神経を興奮させたり交感神経を興奮させたり、まあ、働きを強めたいということがあるわけですね。ですからここはお間違いにならないように考えていただきたい。それからあの 働きが強いというととうですねそうそうもう主人は働いて働いて働きすぎてこう体調壊したんですよとかですね緊張してるって言うと「あそうもう本当に緊張してるんです」とかですね、えー、こういうふうにですね精神的な状態とか日々の,その生活の興奮とか緊張とかこういうのとごっちゃにされる方がいらっしゃいますけど神経の問題を話すときに その緊張とか興奮とか働きすぎとか優位であるとかですね、こういう言い方をするわけですね。えー、交感神経が働きを強めています。その場合には血圧が上がったりとか炎症を起こしたりとか、どっかちょっと痛くなったりとか、そういうことがありますよとかね。副交感神経が働きすぎています。え 副交感神経働きすぎいや。働いてる時は交感神経でしょえ。副交感神経ってリラックスしてる時の神経じゃないんですか？とかでね。なんかもう頭の中でごっちゃになってしまって、えー、だんだん訳が分からなくなってしまう人もいるんですけど、えー、副交感神経が、えー、働きを強めている。緊張している優位である。 こういうことですね。日々の生活の働きすぎとはまた違いますので、えー、そこを考え方を、こう考えを間違えないようにしてくださいね。神経の場合は、そういうふうな働きすぎ、緊張、優位であるとかですね、興奮しているとかですね。えーまあ うんご飯食べた時には副交換神経がちょっと働くを強めるんですよ。だから、えー、これからどっか、えー、っと山でも登ろうかなとかあスポーツやろうかなっていう時には、えー、交感神経をちょっとお働きをお強めるわけなんですけどこれがですね異常に副交感神経が働きを強めてですね異常興奮した場合異常興奮した交感神経こういうふうに通常よりももっと おその働きを強めた場合にはその症状、えー、それから病気とかですね困っ、えー、た症状が出るということですので、えー、そこのところをですねもう一回よく頭の中でうんう整理してですねそうかそうかそうか、えー、と精神的なものとは違う日頃の生活とは違うと、えー、そういうことを考えてあのちょっとネットやなんかで調べていただいたり本を読んでいただいて、えー、それで明日の8時からこの自律神経の その見極め方ですねこの病気や症状にはどこの神経をどういう風に治療して抑制すればいいのかそれをちょっとお話をしたいと思いますのでどうぞご視聴ください。お待ちしております